敵の影やはり味方同士が東西に分かれて争うなんて、これは教育が必要かしら。一番悪い子は水成と家康みたいだね。二人まとめてお説教だよ。水成殿と家康殿の事情を聞きたいのだけれど、どちらも本陣をこもっているようね。神の力を知らない。まるで駄々をこねる子供のよう。友達を倒したら出てきてくれるかしら。ほら、救いの手だ。本陣の守備は俺に任せてもらおう。ご婦人方、気をつけて進まれよ。両毛もやられちゃダメだよ。最後はみんな仲良く元気よくだからね。見える大筒を準備せよ。敵軍のボングどもを一気に片付けてやれ。そう来ると思ってましたよ。こっちも大筒で反撃といきましょう。もう危ないものを使っちゃダメだよ。一刻も早くやめさせないと。ほら、マサノリ、何やってんの。なあ、女だろうがてっぺん譲らねえし、正々堂々ガチの対マン勝負だぜ。マサノリ、どうしたの。あなたは喧嘩っ早いけどいい子でしょ。おねねさん、すんませんっつ。なんだか俺わけわかんねえ感じで。あ、母上、これはあいつのせいです。あいつが俺を。あれ、あいつって誰だっけ。ちょっと頭を打って忘れちゃったみたいで。サコ、しっかりしてよ。あなたが三成を止めなきゃダメでしょう。いや、まったく、なんで俺はおねね様と。少し頭を冷やしてきますよ。この調子でもう一つの大筒も止めないと大変なことになる前に。よく頑張ったね。あとでいい子いい子してあげる。まだまだ暴れ足りねえな。あそこのむさいおっさんを仕留めてやるか。わしの相手はあの将か。息の根止めてくれるわ。やけに騒がしいのが近づいてきているな。まさかとは思うが、孫武の連中もいるのか。敵将、打ち取った。シゲ、冷酷な母でごめんなさいね。今はどんな気分かしら。母上、どうかお許しを。お叱りは後で受けますゆえ失礼。打ち取った。素直に止めてくれる分まだ可愛げがあるわね。これで少しは静かになるかしら。キリンはさ、どうしちゃったの。私に手をあげるなんて悲しいよ。あれが、おねねさん。嘘だ、悪夢だ、あんまりだ。しっかりしろ観念。いくらお前でも敵味方の区別はつくだろう。おっさん、これ何してたんだ。なんで本当に逃げてたんだ。おお、郊外殿、正気を取り戻されたようですな。うん、わしは何を。家康殿と共に戦場に来たことがある。さあ、かき乱してやろう。三成、まだ手こずっているのか。早く奴らの息の根を止めてやれ。誰が敵でも構わない。
この総士官が全て潰してやろう。全て潰すだと？公費は確かに冷酷だが、使いにも仲間に対してあんな物言いをするか。よし、よくやった。お前と共に戦うことで俺も成長できる。そろそろ我らも前に出るぞ。敵軍に属する者は誰一人として生かすな。容赦は無用。敵は全て切れ。ここを奴らの墓場とするのだ。劉備にしては妙に攻撃的だ。この戦、裏に何かありそうだな。こうなれば打って出るしかあるまい。全軍で敵を根絶やしにしろ。手を貸してほしい。よかったぜ。本体を出さぬわけにはいかぬか。超支流剣山、敵を総統し我らの旅力を見せつけよ。負けられぬ。やー、負けられぬ。この霧、なんだか嫌な感じがするよ。忍びの勘っていうのかな。この劉玄徳の邪魔はさせん。神の世のため、全ての敵を打ち滅ぼす。言ってることがむちゃくちゃだよ。早く正気に戻さなきゃ。たくましいね。やってくれるって信じてたよ。この戦場に割って入るとは、なんと強引で傲慢な女子か。家康、引き捨てならないよ。これお仕置きだよ。正気に戻ったようね。あなた、レナ殿に随分ひどいことを言ったわよ。なんと言いたかったのか。急に面倒をかけてしまいました。この霧が出た直後、みんなおかしくなって、私自身も途中からは覚えておらず、ひどく興奮してしまいました。困ったね。みんな正気じゃないみたい。何かに操られているのかしら。まだ確かなことは言えないね。残ってるもう一人にも聞いてみないと。これが根本。すごいのかしら。本当によくできた子ね。やっ、負けられぬ。勘案、舞、見え。申し訳ありませんでした。ですが、協力的解決は避けていただきたかった。あら、素直なのか口が悪いのかわからないわね。可愛げがないね。つまり、どうしてこんなことになったの。我らはただ妖魔を倒すために出陣しただけです。この霧が出ると同時に姿を消したのですが、ネネ殿たちが集めた情報を整理すると、少し前までこの戦場には妖魔がいたようだけれど、この霧が出た直後に姿を消した。そして皆がおかしくなったのだね。
れから仲間同士の喧嘩が始まった。きっと一番悪い子は別にいるよ。我が策を見破ったか。ならば大いに我が愛自ら相手をしてやる。黒マスが出てきたか。やつを討ち取り、この騒ぎを終わらせるぞ。見えん。敵将、討ち取った。どうやら我らは惑わされていたようだ。やはり、あの霧が原因であったか。霧が晴れた途端、すべてを思い出したぜ。他人にいいように働かされるなんて。敵将、討ち取った。清盛、よくも惑わせてくれたもの。この礼はたっぷりとさせてもらう。てめえのせいで俺はおっさんに刃を。落とし前きっちりつけてもらうぜ。この戦場、俺がコンコネに乗り込んでやる。よく頑張ったね。後でいい子いい子してあげる。ヨモが危ないみたい。助けてあげなきゃ。敵将、撃ち取った。敗北というのもなかなかよ。お前と戦えるのが楽しみだ。こたびは疑う。ひどい目に遭うしかない。まったく、二度とこんな戦いはごめんよ。そうですね。少なくともこの世界に。所詮人は我が身。それを思い知らせてやったまで。こら清盛、そんなひねくれた子は